セギュール伯爵フィリップ・ポールの肖像画、フランソワ・ジェラール作。セギュール伯爵フィリップ・ポールは、フランスの軍人、歴史家、ルイ・フィリップ・ド・セギュール伯爵の息子として、1780年11月4日に、パリで生まれた。1800年に騎兵として、フランス軍に入隊、1800年から1801年にかけて、ジャック・マクドナル将軍率いるグリゾン方面軍で、 従軍した後、1802年にその戦役の記録を出版した。ジェロー・デュロック大佐の助けもあり、ナポレオン・ボナ・パルト直属の部下になると、フランス第一帝政における重要な戦役のほぼ全てに参加した。第四次大仏大同盟戦争中の1807年のポーランド戦役でロシア軍の捕虜になったが、ティルジットの和訳による捕虜交換で釈放された。 1808年11月30日のソモシエラの戦いで騎兵を率いて突撃して戦功を立てたことで大佐に昇進したが戦勝によりフランスへの帰国を余儀なくされた。1812年ロシア戦役では順勝として参戦。1813年から1814年の第六次大仏大同盟戦争でも1813年10月の ハーナウの戦いや1814年3月のランスの戦いなど、たびたび戦行を立てた。第一次王政復興の後もフランス軍に残ったが、1815年のナポレオンの百日天下でナポレオン側に寝返ったため1818 18年まで引退を余儀なくされ、1830年の7月、革命まで引退生活を送った。7月王政が成立すると、 セギュールは1831年に少々と伯爵に除され、1847年にレジオンドヌール勲章、グランクロワを授与された。また1830年にはアカデミー・フランセーズ会員に選出された。1848年革命で7月王政が崩壊すると、再び引退。1873年2月25日にパリで死去した。 1818 18年から1830年までの引退中は著述業に専念して、ナポリアン・イデラ・グランデ・アーム・ペンダント・エル・アネ1812を書いた。この著作ではナポレオンが悪く書かれたため、セギュールは、カスパール・グール・ゴ将軍に決闘を申し込まれ負傷した。他にもイストワール・デ・ルシエイで、ピエール・ル・グランドとイストワール・デ・チャールズ・エイトを表し、 死後にイストワールイメムウォーが出版された。ありがとうございます。